はい、おはようございます。10月の2日ですね。もう10月ですよ、皆さん。でもだからといって涼しいかって話では全然なくて、意外と暑いですよ、朝もね。よいしょ。この暑さの影響は本当に農作物にいろいろ影響を与えているそうです。この間ニュースでなんか野菜の話をしてました。そんなのをちょっと話していこう。あれ、なんか暗いな。相変わらず物ないですね。これは毛糸です。見てわかるか。かぼちゃとかいろいろ買ってます。これ宮城です。フレーバラがないですね。市場を見てみましょう。これがメガネ柳というやつで、くるくるっとしてるんですよ。なんか持ち悪いんで、あんまりおすすめしないです。いいじゃないですか、今日の割も。藤若もいいですね。フレーバラこのようにありますけど、全然ないですよ、基本的に。この辺ももう終わりですね。なんだっけこれ、なんつうのっけ、あ、山ごぼう。こういうのもどんどん増えてきます。紫系のトルコは少ない、てか高い。ほら、あんまり良くない。もちろんいい人はいいけど、紫ありますね、比較的ね。高いんですよこれ、すげえ。ダリア、
野原もこれ緑のとオレンジに色づいてるのも両方ありますね。スルメモドキ、スルメモドキは高いですよ。スルメモドキがあります。ユーカリか、ユーカリがずいぶん増えましたね。はい、何か弾ける白菊ください。だよね、輸入もあって瞬間で消えたよ。輸入のが出てて、でも今9時からやってんだよね。ね、そうそう、9時にパッと開けて、あ、あったと思ってちょっと違うの見て帰ったらもうなくなってました。系統ですね、これ持ち込みの生産者さん、すごい。デニバスモモ、ね、ベンスデニバスモモ、かっこいいですね。マグノリア、イボタ、マサキ、あ、マサキか、マサキ、マサキ、ベニバスモモ、これがアセボですね、アセビ、ルッコナフちゃん、ドウダンツジ、色づき始めてますね。こういう豆がきとかもあります。まあ、綺麗。紫式部のピンク。滝、こういう枝物も、俺もこう話しみありだって。いて。こういう流木もあったりします。一点物なんで。難しいですけど買うの。旅人の木ですね。パンパス。これはもう非売品というか、もう売り先が決まってるやつ。なんでしょうね、これからの時期売れるのはね。ペッパーベリーのホワイトですね。何が売れる、皆さんは何が欲しいですか。ピンクッション、これライスフラワーなんてもありますね。プラスベリー、ベリー見てみましょうか。ミツキです。ミツキとポプラスベリーとポプラスは値段倍ぐらい違いますよ。これモカラ、シンディ国産だ。へえ、高いですよ。シンビジウムも一応あります。
ブルースター縛りも一応まだあります。うわ金魚そう早い。ちょっとごめんなさい、でもうち受けづらいですね、持ちが悪いから。ナズナスプレー菊のオレンジ系はこれからハロウィンまで高くなります。